ボスポークンやっていきます。三人称視点の魔法を使ったアクションアドベンチャーゲームみたいですね。早速やっていきましょうか。ニューゲーム、セーブは消します。ゲームの難易度、ストーリー重視、オープンワールド重視とアクションバトル重視とアルティメット。まあストーリーあんまり見ないからアクションバトル重視でいっか。人にはみんな守りたいものがある。愛する人たちや家族、自分の信念や祖国。それはその人にとって絶対譲れないものなんだと思う。守るためには戦わなくてはいけないことも今ならわかる。でも以前の私は逃げ回ってばかり、自分すら守れなかった。主人公ね。バード判事によるニューヨーク対アルフレイ・ホーランドの審理を始める。被告人は窃盗罪で起訴。弁明は無実を主張する。なるほど、手錠を外して。では審理を始める前にあなたのこれまでの行いをいくつかおさらいしましょうか。これまでの行い？他にもやってんの？お、左の書類を確認する。こんなの久々に見たよ。中央、他にもやってんじゃん。下手な取り方だね。そういう問題か。ずいぶん昔の記事持ってたね。おや、おらんのか。なぜそんなことしたの？窃盗なんか本当に必要あった？目的があってお金が必要だったの。それだけ。あなたはまず自分自身の行動に責任を持ちなさい。常習類犯法は聞いたことある？三審法とも呼ばれてる。待って、私は誰も傷つけてない。自分以外は。窃盗罪の前科が2度ある。今回の件を合わせると3度目よ。長い間刑に服すことになるわ。まあきついわな。才能がある。人生をいい方向に変えられる。明るい未来が待ってるって。怒りと憎しみに満ちていてろくな人間にならないって言おうとしたの。真実でしょ。でもクリスマスでもあるし、あなたに早めのプレゼントをあげるわ。無駄にしないようにね。120時間の社会奉仕活動を条件に釈放してあげる。それでええんか。ありがとう。後悔させない。次に法廷で会ったらこうはいかないわよ。わかった？優しいな。よろしい。行っていいわ。この判事となんかつながりあんのか。あと一つ、もうじき誕生日ね。ありそうやな。今からでもその才能を人のために使って。出会い、危なかったけどあの判事のおかげで助かった。
もうやめにしよう。ねえ、ちょっと待って、落としたよ。あら、やだ。どうもありがとう。大丈夫、でも気をつけてね。助かったわ、本当に。メリークリスマス。あ、メリークリスマス。優しいな。ホーマーが待ってる。猫。晩ご飯あげないと。システムチュートリアル、目標とジャーナル。うん。アパートに帰る。さっさとこの町を出ないと。目的ってのがこの町を出ることなんか。まっすぐ家に帰ろう。オッケー。ちょっと音量とか、この視点、うん、まあ視点の動きはこれぐらいでいっか。音量もまあ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 、こんなもんか。はあ、寒くて凍えそう。そうか、クリスマスか。裁判所の世話にはもうなりたくない。賑わってるな。お？はい。じゃあね。ああ、やば。フレイ、逃げられると思った？いや、リサだ。リサ？本当に？そっちがリサじゃ。クリッシーだ。でもあんたリサって顔じゃないよね。おお。どこにある、うん、今はないんだ。想定外のことが。車を盗んで捕まりたかったわけじゃないけど。想定外は嫌いなんだ。これで後がないと思いな。今日はそれよく聞くよ。車を取り返せ今すぐ。それが無理なんだ。押収されたし。なんであの車にこだわるの。お前の知ったことじゃない。ボスのギギンさんはかなりお怒りでね。だから取り返してもらわなきゃ、うちらの誰かが痛い目を見ることになる。私が選んでもいい？のんきやな。ふざけてる。お前の死体をこの路地に捨ててやることもできる。まあさすがにちょっとふざけすぎだよな。そして誰も悲しまない。誰もね。わかった、わかったよ。伝えてくれる？ボスのチキンにギーゲン、クリゲン、ギーゲン。わかった、そのアホなんか。いや、そのとにかく伝えて。ちょっと時間が欲しい。あ、その代わりにこれをあげるよ。おお、やるな。それ何してん、邪魔だ。そこをどけ。クソフレイ。お前のケツごと引きずり下ろして、この手で痛めつけ。いって、それは痛い。やば。身体能力やば。すごいな。お、ギャングから逃げる。ダッシュとジャンプを使って逃げ切りましょう。はい。ああ、捕まったら殺される。相手銃持ってんもんな。とりあえず人のいるところに。ああ、これでもう大丈夫。多分。おっと、大丈夫。ああ、くそ、行かなきゃ。ほんとごめんね。こっちでいいのかな。お、あ、待って、先回りされてる。やーべえ。やっぱ裏路地が安全。裏路地？そっち？ダッシュ。あー、しれっ。あー、早っ。うまい。ったく、ほんとしつこいな。そっちか。あ、はい。大通りに出たらうまく負けるかも。
踊り。あともう少し。先回りされてないよな。大丈夫か。危ない。どこ行ったんだ。おい、お前見てたろ。どこ行った。必ず見つけるからな。絶対殺してやる。ホーマーが待ってるだろうな。凍える前に家に入ろう。猫ちゃん、上か。え、こっからが上がんの？すごいな。窓から入んのか。愛しの我が家だ。ああそうか、一人か。アーカイブ。これ主人公やね。もうじき21歳を迎える女性。マヤバード。あーなるほどね、この人自身も悪いことしてたんやね。リサ、さっきのやつやな。ギャング一味のリーダー。不始末は責任、不始末の責任は自分ではなく本人に必ず取らせるのがモットー。まあまあ間違いない。グリッシー、横におったやつやな。リサに誘われてギャングに入る。あは。ホーマーを探す。どこや。間取りは。お、大好きなスニーカー、一日中見てられる。いいね、スニーカー。なるほどね。まあフレイが捨てられたことも絶対になんかつながりあるよな。これは？ああ、あの写真か。ホーランドトンネル、赤ん坊の私はここで拾われた。普通道端に赤ん坊を置き去りにする？まあクイーンズミッドタウントンネルよりマシか。そんな名字最悪だし。お、餌。これでおびき寄せれるんじゃない？これは嫌がるけど他にないし。ホーマーはどこなんだろう。
じゃあこれまだある。絵本アリス。ヘンテコリンねとアリスは言いました。ウサギの穴を見つけて不思議の国に行けたらな。不思議の国のアリス。俺の知ってるアリスはこんな穏やかじゃないけどな。一応寝室か。これは？カバンか。ん？お金？お、金いっぱい入ってるやん。ようやく取り出せるね。長かったけど。この街を出るための資金か。脱出計画。お金を貯めるギギンの最後のクソ仕事。ホーマー用のキャリアを、キャリアと食べ物を。バスのチケットを買う。ペンステーション。ああ、今日出る、今日？今日22だっけ？23日に出る予定か。お、おった！はい、ホーマー。遅くなっちゃってごめんね。寂しかった？え？嬉しいけど誕生日はまだ何日か先。正直自分でも忘れてた。最近忙しくてね。まあほらいろいろ大事な用があったから、裁判に出たり悪者退治したり。秘密だけど私人気者なの。本当だってみんな私を頼る。こんな街さっさと出よう。ホーマー、サツやギャングもいないどこか遠くの場所に。新生活の資金も貯まったし。ちゃんとしまっとけよ、ね、お前も住みやすい場所にしよう。きっと気に入るよ。そう、澄み切った綺麗な空気に青い空。これ以上追われることも捕まることもない場所。明日よ。明日か。あと一晩でここともお別れ。ようやくこの場所から離れられる。待って、カジちゃん。うわ、やば。電気つけっぱなしやからやろ。あのイルミネーションのなんか電気？絶対それやろ。
ホーマーを探す。いや、まず金やろ。まずホーマーを見つけないと。いや、金、これ、それ、リュックみたいに背負って。まずホーマーを見つけないと。いや、ま、絶対に燃えるって。どこ？ホーマー、どこにいるの？おる？あ、おる。この下や。ホーマー、無事でよかった。金や。早く金。すぐに逃げなきゃ。行こう。うわ、最悪や。ダメ、そんな。水、水、水、水かぶって。行くしかない。え、このまま行くん？くそ、カバンが。うわあ。もう最悪や。窓から出よう。あいつらか。あいつらか。放火や。消防局は地元ギャングの仕業と見ており、犯人はまだ見つかっていません。24日ほんま最悪やな。ごめんね。ちょ待って、え、捨てたりせえへんやんな。いやでも無理やわな。フレイ、どうしたの？ひどい顔ね。アレルギーは？あ、預けるんか。 猫は嫌い。いや、猫は好きだけど。何かあったの？ウェットフードが好きなの。パテじゃなくてフレークの。寝床は温かくして膝にも乗せてあげて。お風呂も必要だけど嫌がるかも。フレイ、ねえ、どうなってるの？この子はホーマー、見てくれるって約束して。お願い。ありがとう。何をするつもり？正しいこと。どうしたらいいかまだわからないけど、必ず迎えに来る。それまでこの子をお願い。フレイ、待って。困ってるなら助けになるわ。メリークリスマス。ホーマーは大丈夫。私はどうしよう。ほんまにどうすんだやろな。ふりだしね。また一人の誕生日。母親のせいだ。いや、ダメだ。しっかりしなきゃ。いつかホーマーを取り戻して、この町から。謎の光を調べる。ホーマー。まあ預けんのが一番確実やわな。
あれは何だろう。降りれる？あ、行けるか。すごく綺麗。腕輪を調べに行く。ダメだ、ここからは入れない。他に入り口は。こっちか。やっと。どう見ても誰もいないよね。一体誰がここに置いてったの？うわ、すごい。セーブ。なるほどね、そうやって飛ばされたんか。どうなってるの？最悪。転生？あれは。ちょっと待って、止まって。ねえ、なんで？止まって。くそ、くそ。ああ、もうそんな。ああ、くそ。いつの間についてんだ。見知らぬ世界へ。綺麗やな。すげえ。